あれ？どうしたの？あ、もうこんな時間なのね。教室に戻りましょうか。いつも通りよ。もしかして気にしてくれてたの？あんなのは一時的なものだから。ええ。あ、でもくだらない話ばかりだと気分が悪くなるかも。もう冬だし当然でしょ。朝夕寒いのが嫌なのよ。ねえ、どうにかできないの？冗談よ。あなたの反応が見てみたかっただけ。赤ずきんちゃん、へえ、納得しちゃうんだ。そんなに私って悪そうなんだ。今の意地悪覚えとくからね。頭とか精神とか、何？これは何のつもり？猛省した方がいいわ。次はないからね。
確かによく聞くけど。どうだか。まあ、誰かを意識することで表情が豊かになったり、服の趣味が変わることはよくある話だけどね。え？そう。あ、そろそろ授業の時間ね。私としてはもう少しあなたとお話ししてもいいんだけど。そういうこと。ええ、またね。誰だ？大外れです。違います。だって当てられるなんて悔しいじゃない。冗談よ。本当は正解でした。でもどうしてわかったの？そうなんだ。なんでもない。それじゃあね。どうしたの？そうかな。うん、あんまり寝てないかな。うん、これくらいならね。そうよ。今、何を言ったのか分かってんの？私にはこれが全てなの。否定するようなことは言わないで。つもりがあろうがなかろうが関係ないわ。自分が言った意味を噛み砕いて理解して。
辛かろうがなんだろうが、私はそれだけを頑張ってきたの。誰に何を言われてもいい。でもあなたにだけは言われたくない。なあ、お前何言ったんだ？最近、彼女なんだかピリピリしてるよな。ああ、話しかけるのはいいけどさ、もう少し言葉を選んでやれよ。バカだな。俺の出番じゃないだろ。俺よりお前。違うのか？ん？それじゃな。頑張れよ。いいってことよ。何？怒ってないように見える？だとしたらあなたは相当な鈍感よ。下げて取り繕えるほどの頭じゃないでしょ。それじゃ。待って。言い逃げなんて許さないから。私も感情的になっちゃって、ちゃんと最後まで話聞かなかった。今聞かせてよ、続きを。でも、そんな簡単には変えられない。
一緒に。本当に？そうなんだ。ねえ、ちょっとあっち向いて。いいから早く。泣いてる顔見られたくないから。すっきりした。ありがとう。ちょっとは女の子と仲良くなった？